皆様こんにちは、イートキンコングです。今日はね、トマトと卵、こちらを使ってスープ作っていきます。この卵の具材感いいでしょ。今日はね、ウェイパー使います。はい、これはもうシャンタンでもいいと思います。今日のはめっちゃ簡単で斬新な料理、いきましょう。はい、それではまずトマトを湯むきします。湯むきすることによってね、この皮むけます。ヘタ取ります。そして裏返して切り込み入れます。それではね、お鍋にお湯を沸かして、こっちにね、氷水用意しておきます。はい、トマトを入れていきます。もう30秒ぐらいでこうやってね、皮が剥がれてきます。こうなれば取り出して氷水につけます。もうね、皮ほとんど剥けてます。あとはね、これをね、あるだけ。それではね、トマトをカットしていきます。はい、縦に切ってくし切りにします。はい。そしたら、もう一回、半分。今日は二分の一個使いましょう。卵二個、ボウルに割ります。はい、油です。油が温まったら卵を入れていきます。少し混ぜてスクランブル状にしたら、しっかりね、裏固めていきます。はい、要はね、卵焼き作る感覚です。はい、じゃあひっくり返します。両面焼いたら、ここにお水入れます。くし切りにしたトマト、はい、これでしっかり沸かしていきます。沸騰したら味をつけていきます。はい、今日はウェイパー、もちろん顆粒の鶏ガラスープの素でも大丈夫です。と、醤油入れます。はい、今日は薄口醤油入れてます。小さじ2杯。濃い口醤油なら、小さじ1杯ぐらいで調整してください。ご飯とか準備していただいて、もう一度食べる直前にぬくめ直してもいいと思います。じゃあいただきます。いただきます。美味しそう。この卵の具材感いいでしょ。こんな感じ。これはね、ちょっと熱いよ。いただきます。これはね、
スープでね、この卵のふわふわ感、これはないよ。斬新、美味しい。わあ、トマトと卵。最高だね。最高。うん。やば。これやばいよね。これ美味しい。これ美味しいでしょ。やば。あのかき玉スープとはもう全く違うでしょ。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいこれ。もうあの。チャームシみたいになるよ、この卵はね、うん、うん、まずはふわふわの卵、あの韓国でいうケランチムみたいな、あんな感じになります。でもトマトの酸味と合う。そしてご飯つけてもね、これが美味しいんですよ。うん、めっちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しいね。で、湯むきしたのでトマトもね、とろっとしてます。もう全く口に残らない。美味しい。うん、絶品。と卵焼くだけ。これね、ほんと簡単なんで、ぜひ作っていただきたいです。うん、おいしい。止まらんね、これ。めっちゃおいしい。卵とトマト、材料2つだけでスープご紹介しました。卵を焼くだけで具材にもなるので、非常にね、満足感もあるスープになると思います。今日の動画が参考になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価、通知ボタンもよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。いいときの動画でした。